久しぶり。元気にしてた？え、久しぶり。大学卒業ぶりだね。まあそんなに経つんだね。大学卒業してからはどう？きっかけ男できた？全然だよ。毎日仕事で忙しいし、恋愛なんてしてる暇もないんだよね。まだ彼氏できてないの？ありえないんだけど。そうかな？だってゆい言ったら大学も彼氏できたことないじゃん。社会人になっても彼氏できてないとか、女として終わってるんだけど。え？学生時代はレポートが忙しいからって言い訳にしてたし、次は仕事を言い訳にするんだ。可愛くない女の子って言い訳作りに大変だね。ちょっと今のはどういう意味よ。怒ったの？ゆいに彼氏がいないのは事実じゃん。確かにそれは事実だけど、このままだとせっかくの20代が無駄に終わるよ。ゆいみたいな子は若さしかないんだから、積極的に行かないと。なんですって？いい？女の子は若ければ若いほど需要があるの。多少可愛くない女の子でもね、20代いてだけでいい男を捕まえられるんだから。ゆいは今を逃したら一生チャンスがないんだよ。は？まあ、ふぬみたいに可愛い子なら何歳になっても需要はあるんだけどね。でもふぬとゆいは見た目が全然違うから。勝手に決めつけないだよ。年齢しか見てないような男なんてこっちから願い下げだから。願い下げできるような立場じゃないでしょ。ゆいは若い今を頑張らないといけないんだからさ。今後の私の結婚式でいい男の人紹介してあげる。だからそれまでに女子力を最大限上げてきてね。あ、結婚？あ、伝えるじゃん、まあ、間違えちゃった。実はね、私結婚するの。今日はね、そのことに連絡したんだ。そうなの？うわ、おめでとう。さすがほのか、20代のうちに結婚するって言ってたもんね。まあね、私は有言実行の美人ですから。そうだね。それで式はいつ頃なの？大学時代の友人としてぜひ出席させてね。あー、実は式はまだ未定なんだ。年内にもあげたかったんだけど、彼の仕事が忙しくて。そうなんだ。ほのかが結婚相手に選んだ人くらいだし、きっとすごく優秀な人なんだろうね。当たり前じゃない。イケメンで高収入で超エリートなんだから、彼以上の高スペックなんてなかなかいないわよ。あー、すごいね。毎月旅行に連れて行ってくれるし、私がお願いしたものは何でも買ってくれるの。私が持ってるカバンも靴も全部彼からの貢ぎ物なんだから。へえ。それに今月は記念日旅行も行くの。結婚式がまだ未定だからって、その分豪勢な旅行先よ。1泊30万もするリゾートホテルなんだから。本当にすごい人だね。でしょ。私くらいの可愛さだとこれくらいのスペックはないとダメだよね。でも彼の高スペックに惹かれて、きっといろんな彼を狙うと思うの。まあそうかもしれないね。でしょ。だからね、ゆいに彼のことを守ってほしいの。あ？実はね、彼が今度ある会社に上層部として引き抜かれたんだけど、ゆいが勤めてる会社みたいなんだよね。え？私の会社に？そうなの。何か会社から話聞いてない？もしかして関口さんって名前だったりする？うん、関口亮っていうの。もしかして私の部署に来る人かも。来月から引き抜きのリート来るって噂あったんだ。噂で聞いた名前とも合ってるし。きっと私の婚約者よ。まさかゆいと同じ部署だと思わなかったな。すごい偶然だね。私もびっくりしたよ。まさか友達の婚約者さんと一緒に仕事するなんて。言っておくけど、これを運命だとか勘違いしないでよね。彼は私の婚約者なんだから。わかってるよ。友達の大事な人によからぬことなんて思わないよ。どうかしらね。ゆいって今まで彼氏なしで男の人の免疫がないじゃん。りょうくんのイケメン具合と優しさにすぐ惚れてそう。そんなことないってば。まあでも、ゆいが彼を好きになったところで全然怖くないけどね。ゆいなんかに私が負けるはずないし。え？だって私とゆい、どっちが可愛いかなんて一目瞭然じゃん。りょうくんが私よりあんたを選ぶはずないし、見た目からして釣り合ってなさすぎるし。ちょっと、さっきから何なのよ。
事実を言われたからって怒らないだよ。ハナは感謝してるんだよ。りょうくんの近くに危険な女が一人少ないってだけですごく安心できるんだから。はあ。それより一番注意しないといけないのはその他の女子社員だよね。部署の人って独身の人多いの？私を抜いて独身の子は4人ぐらいかな。それがどうしたの？4人もいるの？どうしよう。どこでのブスがりょうくんのこと襲ったりしたら。友達の部署の子たちをバス呼ばわりしないでくれるかな。ねえ、ゆうに頼み事があるんだけどさ、りょうくんのこと守ってくれないかな。え？ゆうから他の女子社員にも言っておいてほしいの。りょうくんには可愛くて美人な婚約者がいますって。ちゃんと周りの子たちに言っておいて。それは関口さん自身が対応すると思うよ。いくら友達の婚約者だからって私がそこまで出しゃばるのは違うんじゃないかな。何言ってるのよ。りょうくんみたいな完璧男、どこで誰が狙うかわからないでしょ。りょうくんに変な女が近づいてないかちゃんと見張ってたよ。え？それじゃあ来月からりょうくんのことよろしくね。その分私たちの結婚式でいい男紹介してあげるから、それまでに最低限の女子力を上げておいてね。早く返事ちょうだい。今どこにいるのよ。どこって会社に決まってるでしょ。さすがに電話には出られないよ。どうしたの？どうしたのじゃないわよ。ユウに聞きたいことがあるの。私に？今日私の婚約者会社に来たりした？もう関口さん、今朝うちの部署に挨拶回りに来てたよ。今朝？ほのかとの大学時代の友達ですって挨拶したらすごく驚いてたな。ほのかから聞いていた大学名と違うって驚いてたよ。え？ほのかダメだよ。私たちは東大じゃなくて東北大学出身でしょ。婚約者さんに勘違いしてたみたいだったよ。嘘でしょ、バラしたの？あれ、秘密だったの？当たり前でしょ、ありえない。結婚するまで隠しておくはずだったのに。なんかごめんね。りょうくん、さっき電話が来てたの。後で話があるって、きっとこのことだわ。あ、ごめん。多分それもう一つのことかも。え？これからほのか、記念日旅行に行かれるんですよねって。私行っちゃったんだよね。え？でもおかしいんだよね。関口さんったら、そんな予定はないって言ってたの。やばい。明らかに関口さん固まってたし、やっぱりまずかったかな。何やってるのよ、嘘でしょ、ありえないんだけど。だってこの間私に自慢してきたじゃん。ちょっとした世間話のつもりだったんだよ。なのに関口さんに変な顔されてからびっくりしたよ。え、待って、それって宿泊先のことも言った？うん、聞かれたから答えておいたよ。1泊30万の高級リゾートですよねって。嘘でしょ。仕事激務すぎて旅行先忘れたのかな。超エリートだけど、もしかして天然な人？どうしよう。ねえ、りょうくんってまだあんたの会社にいる？今なら会議室で他の上層部の人たちと話してると思うよ。じゃあ今すぐりょうくんのところに行って、記念日旅行は私の勘違いでしたって。え、なんで？彼にバレたらまずいからに決まってるでしょ。今日の記念日旅行はりょうくんとじゃないの、別の人となの。うわぁ、だからお願い、りょうくんに勘違いだったって訂正してきて。やっぱり浮気旅行だったんだ。関口さんの反応でなんとなく察したけど。うっさい、ブスなあんたに関係ないでしょ。いいから早くりょうくんに訂正してきて。そんなことできるはずないでしょ。はぁ、あんたのせいで私の浮気旅行がバレたかもしれないんだよ。責任取ってアリバイ工作手伝いなさいよ。だから無理だって。上層部が集まってる会議室にヒラ社員が入り込めるはずないじゃん。それにこれから上司になる人だよ。嘘なんてつけるわけないじゃん。でもこれ絶対浮気旅行がバレてるやつじゃん。どうしよう。ねえ、あんた他に余計なこと言ってないよね。出身大学と旅行先のことしか言ってないよね。あとは何話したかな。毎月旅行連れて行ったりプレゼントしたりすごいですよね。ほのかからいろいろ聞いてますよぐらいかな。はあ、あれ、また
かまずいこと言った感じ。ちょっとやめてよ。毎月の旅行もプレゼントもりょうくんには親と言ってることにしてるんだから。え、それって本当は全部浮気相手とってこと？どうしよう、りょうくんに電話つながらない。そりゃ今は会議室にいるからね。どうしてくれるのよ。あんたのせいで全部バレたじゃないの。絶対彼に全部知られたわ。そんなこと言われても私はほのかから聞いた話を関口さんに話しただけだし。私が悪いって言うの？浮気してた方が悪いでしょ。しかもそれを婚約者さんとのデートに見せかけて自慢したりとかさ。うるさいボス、自分がそんな体験できないからってひがまないでよ。ひがんでもないし妬んでもないから。ああ、関口さん戻ってきたよ。え、あんた目怒ってる感じ。私の電話に出てって言ったよ。よい、ねえ無視しないでよ。ごめんごめん、今関口さんに呼び出されてさ。よくね。関口さんからほのかへの伝言を頼まれてたの。え、婚約破棄の方向で話し合いたいだって。え、嘘でしょ。ほのかの電話も出るつもりはないって。今後第三者を挟んで話し合おうとのことです。ちょっと待って、どうしよう。ねえ、今電話したらりょうくんに代わってもらえる？関口さんならもうお帰りになりました。次の出勤は正式に赴任が開始した来月からです。そんな、結婚式は無理そうだね。私の男の人を紹介できなくなったことは別に気にしてないから安心して。それじゃ関口さんとの話し合い頑張ってね。浮気していたことがバレたほのかはその後関口さんと婚約破棄になりました。婚約破棄後のほのかはすぐに高スペック男を見つけるわと並ぶっていましたが、ほのかの悪行が関口さん友人各所に伝わり、どんな高スペック男もほのかには見向きもしなくなったそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。